Love and Jealous Love and Jealous。 はい、お待たせしました。2022年の皆さん、さあまだまだこの動画続いてますよ。さあこの後はですね、ちょっとなんか今まではね振り返りが多かったんですけど、ちょっと未来のことも話していってみたいと思います。マミさん。はい、はい、マミさん、未来は明るいですか？うん、ねえ、私はなんかね、未来はね、ヤギ飼いたいんだよね。ヤギ。可愛いヤギ。あのね、みんなにちょっとどう、いや、たまたまどこだっけな、そこ、益子焼きを見に行った時かな。なんか、ま、なんかその近くに、あの人何やってる人なんだろう。とにかく大きなお家があって、でその益子焼きのお店で会った人なんだけど、うちにぜひ遊びに来てくださいなんて言って行ったら、すっごい土地が広くて、でなんか散歩してたらヤギがいて、ヤギ飼ってるの、はい、でヤギこんな風に飼えるっていいなと思って、で将来は私あのカフェやりたいんだけど、ぜひヤギがいるカフェでそこでなんかまあアコースティックで音楽ができて、コミュニケーションの場所として、そのいろんな、まあ、ギャラリーやったりとか、うん、あとはそこで例えばたまにタロット占い師呼んで占いをやったりとか、あとはそうね、まあ、私今手話やってるんだけど、耳の聞こえない人とかもいつでも来れてこう会話できるとか、そういうなんかね、なんかそういう場所をできたらいいなと思って、一応60歳目標にしてるんだ。ほう、いいですね。じゃあでそこにヤギがいると、22年後はできればヤギがいてほしい。まあ、ヤギカフェってなんか のんびりして良さそうですよね。ただヤギカフェを営業するには、うん、あれですね、電子決済はちゃんと充実しておかないと、あのヤギ伝票を食べますから気をつけてくださいね。あ、そうか、ペーパーレスにしとかないと。そうですよ、ペーパーレスしないと。はい、そうだね、うん、そうなんだ、いいな。でもいいね、そう、うん、あでも、うんうん、さすがというか、まあ、公共、ある種の公共空間っていうかね、うん、あのそれはおかみ、おかみって言い方がよくないか、おかみが作る、あの、うん、なんていうの、あの、うん、お役所が作る公園とか図書館、うん、公会堂とかそういうことじゃなくて、うん、一人一人がなんかそういうのをご提案したり、うん、そこに、まあ、今のクラウドファンディングとかもそういう動きあると思うんだけど、うん、あのまさに地に足のついた個人がそれぞれこういうことやろうよって、うん、いいねいいねって言って集まって、なんとなくそういうのができるみたいな、うんうんうん、それもそれもある意味そのネットでは SNS でそういうことが起こってるのと同じで、うんうん、実際の空間でもそういうことがこれからどんどん起こるんじゃないかって気がするのね。うん、そうだね。社会にそのソーシャルを実装していくっていうか、お実装、なんか言い方が硬くなっちゃうけど、うんうん、なんか今マミさんは今あのなんとなくこうほわっとそういうこと言ってるかもしれないけど、それ実はなんか、うんうん、いろんな人がこうやりたがってることかなっていう気がするんですよね、うんうんうん、やりたがってるしやるべきことっていうね、うんうん、そうだね。なんか意外となんかこう最新鋭な感じがあるんですね、うんうん、マミさん、うんうん、まあね、ただカフェやってそこでライブもやってとか言うと、まあ、昔からそういう店あったねって話になるかもしれないけど、なんか場所とかは全然わかんない、うん、何にも考えてない。ただなんか自分がそういうふうに思ってて、でたまたまだけど今ラジオのパーソナリティやってて、うん、いろんなお店にこう足を運んでいろんな話を聞いたりして、うん、で地域の人たちのつながりがすごい広がってて、そうするとその人たちの活動状況とかも見てるし、うん、まあ同じコーヒー屋さんでも本当にいくつも自分の地域のところにはコーヒー屋さんがあの焙煎するちゃんとしたコーヒーのお店がいっぱいあって、でみんなすごいんだよね。だからいや本当すごいなってみんな思う。もうすごいですね。さすがコミュニティラジオの DJ って感じでコミュニティを作り込んでますね、はい、ちょっとここで、はい、コマラジというね、うん、コミュニティラジオのレギュラー DJ やってるんですよね。
そうなんです。で、はい、お二人にも出ていただいてありがとうございました。はい、楽しかった。それもきっかけであるんですけどね。そうだね。さすがコミュニティを復興するマミさん。小野さん的にはなんかどうなんですか？未来は。今後。未来。今後全然変わらないような気がしますよ。小野さんは何、僕はなんかそういったものを生きる感じですか？そうですね、今目の前にあることを来たことをただやっていくだけみたいな、粛々と、うん、なんかもう経理の小野さんって感じですね。粛々と、その名誉電機も、ま、未だにやってるんですけど、うん、それもね、さっき言ったあのコラボレーションの楽しさなんで、うん、来た話は何でもこう受けて、コンテンポラリーダンスの音楽やってみたりとか、うん、そういう出会い任せかな、うんうん、なるほどね。でもこの間のあの、うん、そう、コマラジにで小野さんが話してくれたので、うん、小野さんにすごく興味を持った人がたくさんいました。でなんか明和電機、あのいろいろ全然知らなかったけど明和電機のこと調べたり、まあ、フランスに行った時の仲間もそうだけど、なんかいろんな人が、うん、ライブに行ってみたいと思いますとか、うん、やっぱなんか、あ、聞いてる人は聞いてくれてるんだなと思ったけど。さすがですね、うん、小野さん人気者ですもんね。なんかはあと結構か年上だけども、あのミュージシャンで海外で活躍してる人とかも、その小野さんのフィロソフィーっていうか、なんていうのかな、そういうのがすごく共感できるみたいな考え方が、うん、考え方とか音楽に対するその考え方、例えば私が変化してるねっていう話をしてくれた時に、うん、その変わるためには、あ、変わらないためには変わらなきゃいけないみたいな話してたじゃん。そうなんですよね、なんかあの、うん、言い方変だけど、まあ、ピエロも聞いてくれてたと思うんだけどさ、はい、まあ、私たちもだから変化してるから、うんうん、変化してるから今こうやって変わらない状態でね、うんうん、できる話ができるみたいな。そう、先ほどのマミさんの話で言うと、例えばモンゴルの音楽だったり、うん、世界中の音楽だったりって取り入れながら歌、うん、取り入れながら変わっていくから歌い続けるっていうことは変わらないでられるわけじゃない、うん、それを昔のまんま同じ曲ずっと歌ってたら結局歌ができなくなって変わらざるを得なくなっちゃうっていう、うん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 、だからやっぱりこうやって、だ今日ねこうやって22年ぶりに会うっていうのもなんかその変化の一つのきっかけかなって思うんですよね。あ、そうだね、ここからまた何か始めようって気持ちになれるし、はい、決して後ろ向きに、あの昔は良かったねって集まってるわけじゃなくてそうですね、まだまだ何かできるんじゃないかなっていう、うん、それが何かは分かんないっていう無責任な話ですけど、そうですよね、ここで何か考えたことがまた22年後の皆さんに届くといいですよね。まあそれまで生きていたいですね、うん、22年ごとしかこう動いてないのかって感じですけどもね、はい、まあ、このラバンジェラス彗星みたいにね、22年周期で太陽の周りを回ってるってそういう設定になってるんだよね、はい、そうなんだ。そうなんですよ、だから22年前にこう月を去っていった彗星がまた戻ってきたと、はい、はい、でピエールは、そうですね、未来というか、まあいろんなところでこう、なんだろう、僕自身はもう、なんだろう、もう大学生の頃から自宅で引きこもってね、あの曲作りとかレコーディングとか音作りをしたり、20代も、まあ、あのダット納品、さっきなんであの別の動画でもね言ってあったんですけど、ダット納品で引きこもって誰にも会わずにあの音作りをしてたっていう、そういう暗い時代もあったんでね。何のことはない、ボカロ P みたいなもんですね。あ、だからボカロ、その当時ボカロがあってたらボカロ P になってましたね、間違いなくね。絶対使ってたね、うん、なのでね、まあそんな感じでリモートワークがまたね、このできるような時代になってきたっていうのもあって、なんかちょっとそのリモートの限界に挑戦してみたいなとは思ってますけどね、うん、元祖リモートミュージシャン。そうなんですよね、リモート世代ですから、うん、うん、なるほどね、はい、なのでね、ちょっとそういうトライをして、あとはまあ地元がね札幌なんで、札幌をもうちょっとなんかこう明るくしていきたいなっていう野望は持ってますね、今、ほう、うん、それも楽しみだ、うん、
はい、うん、そんな感じのラバンジェラスの3人、はい、これからね、はい、どうなっていくのか、そして25年後にまだみんな生きているのか、まあそういうこともね、皆さんにね興味持っていただけたらと思うんですけれども、もうそんなになっちゃうのかね。え、何が、まあ、もち、ね、いや、このきっかけで今年はちょっともうちょっとなんかやりましょう。まあそうですよ、だから今はまだリミックスもだし、そう、彗星がまだ太陽 の、 あの地球の近くにね漂ってますから、はい、まだ去っていく前に、はい、うん、でもなんかそういう設定にね、22年周期でこう巡るっていうことは永遠に巡り続けていくんですよ、ラバンジェラス。大変なことになってきました。そうですよ、だってアップルミュージックもね、あのどっかであの誰かがあの取り下げない限りずっとアップロードされたままじゃないですか、基本は。確かに、うん、クラウドに生き続ける。そう、アップルが潰れない限り。それも分かんないけどね。だから永遠の命を3人は機械の体を手に入れたみたいな感じですかね。はい、まあじゃあ夢物語はそのぐらいにして、今日は、うん、まあひょっとしたらオフラインでもね、はい、この3人が揃ってるところをお目にかけられるのかもしれない。そうですね。そしてこの動画の続きがまたあるかもしれない。かもしれない、うん、はい、かもしれない ね、 ね、次の曲がまたリリースされるかもしれないんでね、はい、かもしれないってことで期待していただきましょう。はい、はい、じゃこの22年目はいろいろと皆さん期待してくださいね。はい、はい、ということで2000年から22年の軸を超えてお届けしたこのラジオ、ラブアンジェラスラジオなのかな。はい、ということで皆さんもね、楽しみにしていってください。では最後に一言ずつ、マミさん、ちょっと一言、ちょっと考えてないんだけどどうしよう。即興に弱いからね、我々。そうですか。一言ね。はい、まだまだね、いろんなもの作っていきますんで楽しみにしていてください。あ、そっか、そういう風に言えばいいのか。じゃあ私はまあこんな時代ですけれども。心と時間に余裕のある時はぜひライブに遊びに来てください。はい、では皆さん22年後にお会いしましょう。全然違うじゃない。そうなの。冗談ですけれども、ちょっとよくわからない。ということでね、2000年からお届けしましたラバンジェラスのねドクターラブの方もね、なんかいろいろとね、ちょっと皆さんに聞いていただきたいなと思ってますし、新しい新曲、うん、心の宝物もぜひ皆さんたくさん聞いてみてください。ダウンロードしなくてもね、はい、サブスクでもたくさん聞きますので、ぜひよろしくお願いします。そしてラバンジェラスのホームページは lj.pih.jp、 こちらからね、いろんな情報ゲットできると思います。はい、動画を楽しんでいただけたと思います。動画チャンネルのね、ピストルムチャンネルから動画をオープンしますけれども、チャンネル登録、通知登録の方もよろしくお願いします。では皆さん、またお会いしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Love and Jealous. Love and Jealous.